こんばんは、まいもです、お絵かき配信マイチューブ本日68枚目始まります。よろしくお願いします。お久しぶりでございます。本日はですね、先ほどもお絵かき配信をやってたんですけども、テストを兼ねて YouTube の1本だけで配信してたんですね。で、今回は、ニコ生だけで配信してるとどうなのかという回線のテストも兼ねてですね、今回はニコ生のみだけでお絵かき配信を試してみたいと思います。こんにちは、いらっしゃい地獄豚さん、お久しぶりです。まあ今までお絵かきなのに2つの配信を同時でやってたっていうのがなんか物理的に結構厳しい環境だったんじゃないかなという考え方を持ちまして、いらっしゃい木野さん。なのでどっちか一つに配信を絞って、で後日編集した動画といいますか、アップするみたいな方法がいいのかなと思い始めて、とりあえずそのどっちの回線をメインで配信で使った方がいいのかというのを決めるためにとりあえず1個ずつやってみようと思いました。よろしくお願いします。今のところですね、パソコンの負荷は全くかかっておりません。録画もしていて、まだお絵かき始めてないからわかんないんですけど、1配信の状態で録画をしていて、さらにこれからお絵かきをするんですけどもどうなるかですな。画面を切り替えます。で、今日のお絵かきは節分になぞらえて自分の持ちキャラ青鬼くんと赤鬼ちゃん、赤鬼娘ちゃんを描きたいと思います。では地獄豚、おかえりよ。すいません、ただいま。画面映ってますね。今度は安定した。何が原因なんだろう。まあいいや、とりあえず書こうかな。ではそうだ、一応30分でどこまで書けるかもやろうと思っているので、せーの、やっぱ YouTube がいいのかな。さっき YouTube だけだとね、 CPU の負荷がね 20% ぐらいだったんだよね。よし、じゃあスタート。あ、そうだ、あんこちゃんのこれ止めとこう。変わんないか。よし、あっちょっちょ、 OK。どうしようかな。そうだ、あ、そうだ、どうしよう、ちょっともう一回止めます。ほんとね、忘れてた。ちょっとね、ちょっと待ってね。なんかね、キャラクターを作ろうかなと思って配信する前に考えとけばよかったんだけど、
どんな格好してんだっけ。ああ。桃太郎、桃太郎のね、構図としては、青鬼ちゃんと青鬼くんと赤鬼娘たんが逃げてるんです。で、追いかけてるのは桃太郎の子孫の桃子なんだけど、まだキャラクターのデザインを全然考えてなくて、あ、これかっこいい。よし、決まった。どうしようかな、どんな顔にしよう。鉢巻きしといた方がいいよね。太郎のトレードマーク。どうしようかな。桃なんで、これ青、赤鬼娘ちゃんのかぶっちゃうな。やめた。キャラクターをデザイン。これ角っぽいな。ツインテールかぶるし、ポニーテールもかぶるし。どうしたもんか。まず洋服先に行こう。昔の鎧ってすごい装飾が。あ、止まった。止まった。始まったわ。やだ、回線また遅くなってるな。また途中で終わるかもしれないです。昔の鎧ってすごいな。よし、胸あって、胸あては、あ、これかっこいい。え、これって紐なの？
そんなもんの？なんかこのタイプの書いたことあるな。なんだっけこれ。書いたことあるな。とりあえず。あーでもこれだと露出がちょっと少ないね。露出が少ないねっていうか。胸当てで紐、あ、思い出した、あれだ、あのアーロンだ、アーロンの鎧だ。西洋の鎧っぽい感じ。また回線止まってんの。重いわ。これ1回線でも止まるって。回線でも止まっちゃうっていうのはちょっと。ちょっと待って、ちょっと待って、回線が重くなった。これはあれかな、粉まが原因なのかな。
いっすね。時間帯がダメなんだね。回線の速度はめちゃくちゃ。
悪かった時も、録画しているので、この桃太郎の子孫桃子ちゃんの、出来上がりは後でですね YouTube で多分アップすると思います。リアルタイムの長さの録画を、まあ、このままですね、とりあえずキャラクターのデザインができたので、これから先ほど申し上げました構図でお絵描きしていこうと思います。で、これはとりあえず、なんか変な音入ってんな。30分でどこまで描けるかという、とりあえず俳句書くという課題を、よし、じゃあお絵描きを。そうね、回線が遅くなるんですけども、回線が止まる現象を回避する対策を自分のパソコンにしてみました。で、それが本当に有効なのかどうかのテスト配信となりますので、またなんか回線が不安定になって止まったりしたら申し訳ございません。とりあえずお絵描きします、じゃあお絵描きスタート。ちょっと待って、あ、入ってた。スタート、OK。はい、節分、今日節分なんで、ほんとね、ママシーツさんだ、いらっしゃい、ママシーツさん。前回と似たような構図になっちゃうな。あ、武器もデザインすればよかった。やべえ。クリカ、それ録画ソフト教えて。録画ソフトですか。録画ソフトというか、今録画してるのはワイヤーキャストっていう。YouTube のエンコーダーですね。クリカ、それいくらだった？あ、無料です。ワイヤーキャストですね。WIRECAST for YouTube ってやつなんですけど、
七四五さんじゃ。いらっしゃい、七四五さん。動画多いので30分でどこまで描けるかなんですけど、あ、また止まった。あ、止まってないか。でも回線の速度は、あ、音が出てないね。そうね、回線速度のテストなんで、また途中で止まったりしたらごめんなさい。まあ止まっても多分書いてると思います。回線の速度自体は改善されないんですけども、回線が不安定になった時のその回線が途切れてしまう現象が、なんかパソコン側でいじれることがちょっと分かって、それを今試している状態ですね。なんだっけな、スカラブルネットワーキングパックとかいうやつを無効にして止めてみた感じです。なんかハードにネットワークの処理のを分担させる機能らしいんですけど、それが原因でなんかブツブツ切れるらしい、切れるんじゃないかというか、なんか Windows 7を吊るしの状態で Windows 7吊るしの状態でネットワークを使用しない方がいいみたいな感じのお話があって、それを試してみました。
であることが、今日はね、節分なんでね、いや、どんな表情がいいかな。それ見れかすとこれ、うん、そう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 、そっかそっかそっか、これ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 、広げた和子、いらっしゃい、広げたさん。
広げた。何書いてるの？オリジナルキャラクターで桃太郎の子孫を書いてます。広げた。なる。パイナーまたそれからあんまり書き込まなくていいと思うんだけど。地味だな。毛をもっと上に上げてみよう。目をでかくしてみるか。あ、落ちないかも。あ、でもどうなんだろう。で、
難しい。よし、下書き完成よし、ペン入れ入ります。これ赤お兄ちゃんのペン、いやーこれでいっか。10、25、25、25、25、25、手前だから20でいっか。25、20かな、20だな。え、あ、そこそこ25かな、20かな。ありがとうございました。次枠もやってます。13クルス14ディスコネクト。
スコンネクト配信を開始しました。よし、はい、こんばんは、まゆもです。本日は、お絵かき配信68枚目書いております。でですね、自分のキャラクターの、赤鬼娘ちゃんと青鬼くんと、今日作った新しいキャラクター、桃太郎の子孫桃子ちゃんの3キャラを書いてます。このね、鬼はね、今日節分やしね。やべ、近づくばっかり書いてた。絵を見ながら描かんとあかんよね。よいしょ。よいしょ。七七七七七節分ですね。いらっしゃい、七七七七。七七七七、豆はまかないの？豆は食う。七七七さん、美味しそう。美味しい。もうね、この時期にしかあの福豆って食べれないじゃないですか。売ってんのかもしれないんだけど、一年に一回の楽しみというか。七七七さん、うん。ね、売ってないですよね。あの生の大豆ならあるんだけど、あ。ピッピピッピ。三十分。ピッピ。七七七さん、いや、売ってる。売ってます？わあ、マジかよ。頭のバランスがおかしかった。よいしょ。ここまでだ。ここでいいんじゃ。七七七さん、売ってなかったら小の買っていれば OK。いや、それやってたんだけど、やっぱりあのね、こう市販の方が柔らかくて美味しい。どうやったらあんな柔らかくできるんだろう。硬いんだよ、家でやると。そのぐらいあの豆が好き。
7、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 7
最初はね、美味しいと思うんだけど。出るよね。出る出る。でもね、こうで久しぶりにあの1年に1回あの柔らかいのを食べるとやっぱこっちうめえって思っちゃう。よし、で、すげえ、あ、そうだ、よいしょ、ピお、止まんないかも。あとまだわかんないけどね。効果あった？嬉しい。止まった。んだよ。あ、止まってなかった？失礼失礼。いや、あ、いや、なんかね、今回線テストをして、回線テストを兼ねた配信なんでね、止まんないかも。何の話だろう、わからない。あ、私？スカ？スカって？うん、今独り言だったよ。独り言だ。失礼しました。いやね、回線テストしてて、いえいえいえ、よくわかんないけどいいのよ、独り言多いよ。
よし、で、難しいな。赤鬼娘たんの棍棒が難しい。棍棒っぽく見えないかも。どんどん回してる感じを出したんだよね。止まらないかもしれない。回線の速さは変わらないんですけど、パソコンの回線が、配信が止まることはないかもしれない。さっき止まった回線速度でも今のところ止まってない。止まった信号が止まることがないっていうか、大成功かな。感じが出ればいいんだけど、七七七さん、まゆもさんって何が好きなの？食べ物。食べ物？え？ナッツ類とか、あと生クリーム。もうね、最近生クリーム好きなんだけど、あんま食べれなくなってきちゃって、胸焼けしちゃうっていうか。最近自分の作るね、ぬか漬けが好き。ちょっとおばあちゃんみたいだけど。あ、最近まだ。七七さん、ナッチ食べた。ナッチ類だ。あとね、最近ハマってんのが、あ、これもナッツなのかな、ココナッツ。ココナッツチップスってやつがさ、あるんだけど、
セブンイレブンで、すんごいうまいの。ナッツ、ココナッツ、すごい。ココナッツオイルにココナッツチップスにって、ココナッツ尽くしなぐらいココナッツハマってる。ナナシイチさん、ココナッツって人によって好み割れるよな。割れるよね。あの匂いがダメっていう人かなり多いっすよね。地獄豚和コナッツ、和コナッツ安い。地獄豚セブンでしか売ってないの？セブンのあのブランドで売ってるお菓子っすね。本当お気に入りで。地獄豚、お菓子のとこにあるんですか？店舗によって陳列してる場所が違うんですよ。あのおつまみのところもあれば、お菓子のところもありの、で健康食品系に置いてるところもありの、なので、探すかも。ほとんどね、置いてないとこの方が多い。もう一個ね、同じ系統のお菓子っていうか、同じブランドで出してるやつで、バナナチップスってやつもあるんだけど、それも美味しい。セブンイレブンのお菓子のセンスは私のなんか好きな。地獄豚、血眼になって探します。これ定規使えばよかったかな。まあいいか。やべえ、これに直接書いちゃったよ。まあいいか。いやすっごい、回線めちゃめちゃ遅いのに切れてない。いいかも。ちょっと記録しとこう。こっち側にすっかな。いや、首、あ、この辺でいいのか。
よいしょ。あ、こういらっしゃい、瀬内さん、こんばんは。どういうこと、どういうこと。ちょっと本当顔短くすればよかったか。妖怪か、鬼って妖怪か。止まった。止まってない。止まってない。不安定。あ、大丈夫か。止まったり音声が流れてなかったりしたらお気軽にお知らせください。地獄の鬼と酒丼同時系の鬼は別物ですけどね。へえ。ちなみに桃太郎ってどっち側なんですかね。四天王寺なんですか。桃太郎の鬼はマジレスすると漂流してきた外国人。うん、じゃあ妖怪じゃないね。
ゃないと虐殺だもんな、桃太郎。ありがとうございました。面白かったお話。地獄豚おつんぴー、おつんぴー、おつんぴー。配信を開始しました。うんとうんと、配信停止の開始。釣り枠予約を無効にしました。はい、こんばんは、あゆむでございます。本日は、自分のですね、オリジナルキャラクター赤鬼娘ちゃんと青鬼くんと桃子ちゃん描いてます桃太郎の子孫桃子ちゃんです。いらっしゃい、生徒さんいらっしゃい。ね、本日はこの枠で終わりになります。なんだって、今日はもう旦那さんのお仕事が終わったので、この枠でちょうど終了だな。手長いな。桃子です。セイウチ何ぶっかしてるんだろう。豆ベジタム豆
こんな感じです。ペン入れできた。七日三分節分じゃあ。せいうちただの豆投げるより納豆の方が精神的ダメージでかく。でかいね。でかいわ。よし、じゃあ塗るか。ちょっと豆かきてえな、豆。ちょっと待って。あれでしょ、この3人実は仲良しでしょ、わら。七七八さん、じゃあ金太郎は、金太郎考えてないっす。豆金太郎、あと何があるっけ、童話とかって。七七八さん、金太郎って鬼退治すんだっけ、昨日の和子です。いらっしゃい、金太郎の子孫か、猫ちゃん。かねこちゃんって名前み、名字みたいだな。七七八さん、かねこ、せいうち金太郎は大人になってから鬼退治するよ。へえ、皆さん詳しいなぁ。七七八さん、俺の高校ん時のガキの金子。違う違う。七七三さん、豆を引き返す。七七八さん、あいつ鬼だったの。違うよ、八個目さん、違うよ。なんか特殊能力ですっげえ。七七八さん、自分で言っててなんだかよくわかんなくなってきちゃった。いいよ、わからんよ。いいの、人は誰しも鬼になりうる。まあね、心の中に鬼を宿すって言うよね。七七八さん、わかる世間は鬼ばかり。せいうち、鬼ばかり。これ跳ね返してるのもいいね。七七八さん、そうだよ。七七八さん、心の中の鬼を解き放つ時は今。今かよ。解き放ってどうすんのよ。あのね、飼ってるのもちょっと健康に良くなさそうだよね。大暴れしそうで。この中に豆があるとか分かる。右腕が熱い。右腕が熱い。目覚めた。目覚めたのか。七七八さん、鬼とかしたまゆも。鬼、鬼になる。さっき鬼になってたな。回線が途切れてキーってなってたわ。あら、目に帰っちゃった。せいうち、袋の底が破けてて最終的に慌てる桃子ちゃん、ダブルを
妄想した。いい妄想だ。まあ、まだ性格付けしてないんだよね。桃太郎の子孫。一応ね、さっき仲3人とも仲がいい、実は仲がいいっていう設定を考えてもらったんだけど、あまり良くないです。なんか桃太郎の胸も桃みたいにでかいといいな。そうだね、こっちはちょっとでかいだろうね。この赤鬼ちゃんがペチャだから、大きい子も描きたい。よし、じゃあ色塗るか。まあ、ペチャとか言ったら怒るよ。赤鬼ちゃんのコンプレックスや。七瀬さんさん、豆まきした？してない、多分しない。食う。豆食う。セイウチ、あれだ、トムとジェリー的な仲なんだろうな。あーかな。でもね、あのね、あの初期設定なんですけど、セイウチとか初期設定は、あのね、あの、なんだっけな、もこちゃんちは由緒正しいお家なんですよ。あの桃太郎の血筋ってことで、代々なんかこう鬼をやっつける一族みたいな感じで、こう子孫が繁栄していってるんですけど、そろそろ鬼退治ってどうなのよ的な気持ちをうっすらと思っている子で、で実はこう青鬼くんに恋心を持っている的な。七瀬さん、赤鬼と青鬼、七瀬さんさん、うん、鬼かっこいい。ありがとうございます。正打ち三角関係ピポーン。典型的な七瀬さん、誰が誰好きなの？赤鬼ちゃんは青鬼くんでしょ、で、桃子も青鬼くん、そんな感じ。で、青鬼くんはまだそういう恋心とかそういったものはまだわからんちんですね。鈍い設定。ちょっと色わからんな。七瀬さん、真由美さんは敏感。ああ、どっちなんですかね。仲間が描けるんじゃない？七瀬さん、性的な意味で。ああ、そういう質問は答えないね。スルーするね。あまりひどいようだと、ちょっと小学生とかも見てるんで。七瀬さん、うまいでーす。どうしようかな。
これは木ですね。生物モモコスタンプはいつでしょうか。先生、笑。あ、じゃあ作ろうか。作るか。作ろうか。需要があるなら。いや、どうしようかな。スタンプのネタが溜まってんだけど、全然やってねえっすよ。なんか次々とやりたいことがあって。先生、ピアノ冗談で言っただけなので。あ、なんだ。鉄より軽く硬い木のコンボウ。あれだね、グレクラっぽい感じ。で、青鬼くんは一応あの太刀っていうのかな、でっかいやつを持ってるんですけど、あの魔法系ですね。鬼火が武器です。鬼火が特殊能力、鬼火を
鬼火使い。鬼族の中でも珍しい特殊能力使いでございます。正打ち鬼火を拳にまとってぶん殴る系かと思った。わら、ああそれもいいね。でもね、前回の絵がそんな感じっすね。鬼火を拳にまとって、それをファイアボールみたいに投げたりとか。マリオのファイアボール系。跳ねる方は考えてなかったな。爆発する系。マリオみたいに投げて、ファイアボールみたいに投げて、で当たったら爆発する感じ。なんだろう、説明が。なんか顔に娘ちゃんに誤射して殴られてる絵が浮かんだ。わら。でね、赤鬼族の赤鬼たんはですね、なんだっけ、同族には、あ、タイマー測るの忘れた、消しちゃい。同族にはですね、鬼火は効かないんですね。そうだから、同族との戦いでは鬼火が効かないんで。正打ちでも切れそう。わら。いや、切れないですね。なんだろう。お、ぼよみちゃんと、ぼよみちゃんじゃなかった、赤鬼たんと青鬼くんは幼馴染で、正打ちっち惚れた弱みか。幼馴染でね、どうしようかな。鎧の色何色にしようかな。何色なんだい鎧って。黒かっこよかったんだけど。ナイスアイディア、サンキュー、サンキュー。七日さんどうした。いや、なんて説明しよう。タイマーで切れるコンセントを利用していて、そのタイマーが切れたので、タイマーをつけたら、その周辺にあった DVD を重ねているものが落ちかけた。 DVD って言わねえか。ブルーレイ、なかなかブルーレイって出てこないんだよね。
78さん、これからは爽やか系野獣男子が人気になるそうです。セイウチ、ドブドでいいと思う。 DVD でいいか。それ矛盾してない？ダブル爽やか野獣ってわらわら。78さん、まゆもさんはどんな男性が好みなんすか？旦那さん、朱色ってこんな色だっけ？朱色ってどんな色だっけ？鳥居の色だよね。78さん、旦那さん書いて。78さん、雰囲気だけでも。あ、これだ。セイウチ、もうちょい明るいのがいいかも。ですな。これかな、こんな感じだ。これも朱色にしちゃおうか。よし、78さん、やっとダメっすか？おっと、これ、質問に答えるのがちょっと困る質問が多いよね。どうするかな。下に着るお洋服、何色がいいかな。洋服じゃなくて着物。白かな、紫かな。背浮き白。白か、うん、やっぱなんか白とか線だ。
桃の葉をイメージしました的な。ああ。あと1分です。あ、これで終了だ。60を来場者数5人、コメント数65名ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。次枠は、あ、この枠で終わります。完成させたかったけど、完成しなかった。もしかしたら。完成を楽しみにしてます。ありがとうございます。頑張ります。白でいいか。とりあえず色はそのうち決めよう。お疲れ様でした。ありがとうございます。せいうち、キモ赤が良くない？68クルス、69ディスコンネクト。どの紐だろう、どの紐。よし、とりあえず、髪の毛何色にしよっかな。何色がいいかな。ちょっと紫っぽい黒にしよう。うん。あ、70ディスコンネクト。あ、よ。
ここで終了。